それでは今日は新約聖書のヨハネの福音書11章11章の17より44まで読みますヨハネの福音書11章の17節より44まで開きましたでは声を出してどうぞ さて、イエスが行ってご覧になると、ナダロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ペタニアはエルサレムに近く、中国スタディオンほどのところにあった。マ <coughs> ルタとマリアのところは、多くのユダヤ人が兄弟ナダロのことで、慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたときと聞いて、迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスにいた、主よ。 もしここにいてくださりましたら、私の兄弟は死ななかった手帳に。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知してます。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じております。と言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は 死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない。このことを信じるのかマルタは言った。はい。主はあなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は存じております。信じてます。マルタはこう言ってから家に帰って、姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと,と耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がり、 イエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが手向か手迎えた場所におられた。家の中でマルタと一緒にいて、慰めてたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、後を追った。マリアはイエスのおられる場所に来るところに来ると、イエスを見るなり足元にひれを伏し、主よもしここに いいてくださいましたたたななら私の兄弟は死ななかっっにと言ったイエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人も泣いてるのを見て心に憤りを覚え興奮して言われたどこに葬ったのか彼らは主を来てご覧くださいと言ったイエスは涙を流されたユダヤ人たちはご覧,にな,さあご覧なさい どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし、中には傍人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようには敵な方のだろうかと。いう人もいた。イエスが再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓はホラーナで石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが死よ 4日も経ってますからもう匂いますと言った。イエスは信じるなら神の栄光を見られると言っておいたではないかと言われた人々が石を取り除けるとイエスは天を仰いで言われた父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知ってます。しかし私が言うこういうのは周りにいる 君主のためなので。あなたが私をお告げになったことを彼らに信じさせるためで。こう言ってからラザロを出てきなさいと大上で叫ばれた。すると死んでた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は大いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。アメン。シナ神様。 今日もあなたが与えなしに、中時間の死によって人しとがやった、復活の主、イエスケトのみな永遠なる命を得させるために、天下の人間に与えられた、この感謝と喜びを心に収め、 イエスギトの皆が何を出し遂げられ、何を約束されたかを正しく信じまして、その約束の中で備えれたものを正しい信仰によって子供とくを勝ち取りながら、明日ともに神の子供として信仰生活ができますよ。一人一人を真理の言葉の中ではっきりと辿してください。 すべてを主の精霊にぬたにイエスキトの皆でお祈り申し上げます。アーメン。あレルリア。えー、2週間ほど前でしたかね。民貿宿姉妹のお母さんが一部の礼拝が終わった後、周りにも勧められて、 牧師が暗視をしようとしたら隣に立っていた娘の民貌姉妹がもう足に鉄が入っているから足に鉄が入っているから祈っても意味がないこういうような顔で話をしてましたねお母さんも暗視を受けたいと思っているし 隣の一人たちも暗証を受けなさい進めているのに、いざ娘は、鉄が生えているから、鉄が。鉄が生えていて、痛みを、痛回しだから。これはもう難しいという判断。えその時私が言ったのは、鉄が生えてからためだと思うのは、あなたの信仰だ。あなたがそう信じればそこまで。しかし、主イエスはおっしゃいました。 もしあなたが信じるならば神の栄光が見られると人がどれくらい信じたか、うん、信じた度合いによって結果も変わります全然信じないとは全然神の栄光などを見ることができないでも孤独こどこ信じる者は孤独こど神の栄光を見ることができるとということなんです足、うん、が 癒されて良くなって歩けるようになったと言ってこうなったら黙っていたためだよキムチでも作っていただけましょうキムチを作ってきましたハレルヤ常識的に考えれば足を入れてある足だって鉄鉄,の鉄を入れてある足が癒されることは このような常識にはない話です。医学でもそれはそれ以上は癒せないから、病院で鉄を入れて足、それ以上の治療はできなかったです。しかし、そんなのはどうでもいい。それはこのような常識なんです。シュイエスがおっしゃったのは、そして約束されたのは、この世の何者かを信じればじゃなくて、神を信じれば、その約束を信じれば、 神の栄光が見られる神の栄光が見られるという時の神の栄光とは何ですかこの世にあるものじゃない。この世にあるいかなるものを求めて探してその中で神の栄光を見ようとしてもこの世の全てのところには隅々まで探っても神の栄光がないの。神の栄光はこの世のものじゃなくてこの世を作った国のものなんです。 それをこの世に表すのが神の栄光なんです。神の栄光というのは難しいでしょ言葉的には抽象的な言葉だから。栄光とは何か、栄光。栄光に輝くその栄光は抽象的な言葉なの。抽象的に考えれば掴むことはできるんだけども、神の栄光とはこの世では掴むことはできない。神の国にあるものをこの世に表すんです。ですからそれは人間の想像の範囲を 超えた想像が的なはどういう形になるだろうか。想像が的なは検討がつかないの。検討がつく話だったら、信じるまでもない。ああ、こうこうすればこうなるだろう。そういうレベルの話じゃないか。ですから、鉄のパイプを入れてあるから、鉄を入れてあるから、これはもうダメ。そのおかげでいたむ、これはただの病気と違うという話ですよ。で本人が 娘がそう思うのは娘はリアルにお母さんの,この足の状態が分かっているからそれを見て判断したらこれが何とかなるそれはこの世にはで見た前例がないから当然これもできるかダメでしょ挑戦しないのが当たり前こういうのにもかかわらず神に求めて何とかこう求めると逆に精神以上に見える それでそういう信仰によって神を求める人を見て、信仰がない人々は笑ったり、大体現ったり、あざ笑ったり、あるいは避難したり、あるいは先進描写扱いをしたりするわけなんです。なんで、論理的に理性的に考えられないことを一目口にしてるからそういう人か、信仰にできる人は。ただなんか話が合わない、感覚が合わない。 とんでもない奴だと思われることを言い出しているから。ですから、私たちが世にある技を認めたり、求めたり、論じたりすると、迫害を受けることはないの。大したものだ。あそんなことも見つけたの、発見したの。いいアイデアだ。褒められる、称えられるはずなの話。しかし、この世にないものを話すから、いつも、 常識外れのに批判の対象になり勝ちなんだ。もし娘の判断通りにもう鉄が入ってるらしいだからもう駄め、これはもうために決まってる。希望がない絶望ですからそれ以上求めないのは逆に常識的な。 判断がよくできる人見れなくあっさりと状況を把握して頭が効いていて逆に判断力が優れてる人がうろうろしている時にもすぐ判断結論出して諦めるべきのも諦めて冷静になることそれが逆に偉く見えるかもしれません。 しかしそういう常識にとどまっておらず信仰によって神様にはこの世とは桁の違う力があり約束があり祝福があることを信じてその神に頼ろうとする信仰がある人は安心を受けてみなさい安心を受けてみなさい安心を受けてなかったとすれば今も治らないはず 信仰によって暗示を受けたから。それで本人が信じたから。牧師はおかげでキムチを食べれたの。ハルルヤ。一石二鳥。じゃなくて一石三鳥。なんで彼女は足を癒され信仰が成長したの神の働きがあるんだ。神が目に見えないでしょ 神が目に見えないの。どうして神に会えるの見えもしないのにどうして会えるの何かの形で感じられるから。経験できるから。だから神に会えたことになる。だから一石二鳥プラス牧師はキムチ食べれた。一石三鳥。今日は皆さんに証しはできた。一石四鳥。いくらでも増やしていけるの。いくらでも。 れるやアメ雨ですこういう話をお医者さんたちに聞かせてみてよとういう反応をするだろうか、えーうん、自分をいじめに来たとあれは喧嘩を売りに来たといろんな想像をするでしょうなぜ彼らの常識にはない話だからしかし私たちが大事なのは この足一本あってもなくても、癒されても癒されなくても、それすごい大事なのね、人には。大事だけども、それとは比べができない。よっと人を作った神の世界があることが確認できたこと。そして神によって生きるのが人の人生の本質的な方向であること。これが一度経験してきて、それが分かっただけで、これがなんと素晴らしい。 この世には存在しないこらい勝利なの。アメン ?60 億以上の人が神を見いだせず、今生きてるんです。まことの神、イエスリルトを見いだして、そのイエス様と共に生きる人生、人の生き方というものが、 何であるかがはっきり分かってその道を特殊に昼も夜も歩んでいる人は、歩んでいる人の数は60億の中にいないの。約中国億人の中にそれがいるんだけど、それもはっきりと言えば、ほとんどは形ばかり。実際にイエス様と飲み食いしながら、 この世の日々日々を共に生きる人の数は、中国の中でもまだ抜粋しないといけないほど、しかないの。ですから、イエス様が実際に働いておられることが経験できたということは、これがね、考えられない、素晴らしい祝福なんですよ。 これは一生ただ一度しかの経験がないとしましても、経験ができたということ自体がすごいの。あめ、その道が分かったということだから。信じますか直接的にも、自分の身に起きたことにおいて、あるいは人の話において、あるいは間接的にも、こういう話が聞けて、それで分かって認められた人は、もう幸いない人。 幸いな人、対話なぜ幸いな人、こういう窃盗的な地上環境状況に置かれても、信仰すら持つと、信仰によって求めると、こういうとんでもない逆転のチャンスが、神によって解決、見事解決ができる。この世においては行き詰まりであっても、神にはさらにその行き詰まりを、に穴を開けて次へ通す。 다 뜨신데 보소노 이노새까이에 죄려 대고 후식이나 칫가라가 아르카라요. 소노 갖다가 혹가나로 예수마다도 또 신지르 고골아가 자신이 알은 것과 천가나로 일가나로 모노를 자신으로 모니시다 여리모 모또 모또 큰나 효리다리마. 아멘. 예수마가 이기때 하다하고 치산이 군어요 통치스루 카미다로도 혼돈이 미새척했때. 生きて働く神に会えるようにするのはそう簡単な話じゃない。そう簡単な話じゃない。世にある教会もほとんどはそれを信じないの、そこまでは。形は予想をっても実際に生きて働く神は求めないのか教えないのか伝えないのかこの世の多くの教会なの。批判のための批判じゃなくて、なんとこれは大きな損失なのかと。クリチャンが叩く信じれば、 クリスチャンが正しく神を信じれば神の栄光が見れる。神が確認できるの。神にあえて神の子としての身分によって神の領域に入れてもらって生きることができる。すごいです。アメン。人生半ば超えると人々は大体こう、まあ、 50代、60代、こうなっていくと、さらに希望が大きくなるんじゃなくて、うん、一つずつ諦めかける、片付け始める、それが普通の人々の生き方の違う、違うでしょ、合ってるでしょ。 若い時はもうどこまで挑戦し,たいしかしやってみてためであることが分かって失敗を繰り返しながら50代 60, 代60代70代80代この年にまでなってくると80代もう100歳ぐらいになった気持ちだな俺はだんだん希望が大きくなれないもうそろそろもうためだ諦めかけてくる。 しかし、イエス様によって正しく生きると、生きれば生きろと希望が大きくなる。なぜなんでしょう。自分で生きるんじゃなくて、神によって、神の計画の中で生きるから。神様は、死に近づけば近づくほど、だんだん希望を縮小していく人生を。 たんだんさらに希望を大きく拡大していき、最後、息を引き取る瞬間には、これ以上悔いが残らぬほど、最善を尽くした結果をもって、陸大の後の神の国を受け継ぐのに、想像ができない望みを持たせてくださる方なの。ハルア、アーメンです。テスラ言ったでしょ、ううちの教会は。 青年部が40代だってそろそろ俺の青春時代は終わったのかなと思って俺中年男性だよ中年の女性だよこう名乗り始める頃うちはもう青年部に入るの青年部に <laughs> これ霊的な流れなの宝ついてうちに老,老年部があるのないのそれうちは。 80歳になって漢字に任命される教会なんだ。60代になって進学に入る教会なんだ。意味分かりますか新牧師の頭の中にあった流れじゃない。私の頭にの中になかった、全く考えてなかった流れが今発生してる。今。今、モーセの時代、ヨシュアの時代に戻ったような感じなの。 彼らは80歳になってから用いられ始めたから。信じますか本当にこれだけを考えても、今、神、生きて働く神がうちの教会をどのように今扱っているかが見えるし、それが聖書的に悟れば、こんなに怒った顔うて座ってられないのニコ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 ワ。クワクしながらもう おとりおとり出すべきなの。ハレルヤ今日礼拝後に家に帰るときには、おとりながら帰るなそう分かった何、宝石が当たったら、はおとりじゃなくて、教会に来て帰りのおとって帰るべきだよ。町の人は何かあるのあんた、いいことあるのと聞いたら、たってあるんじゃないのあんたにはまだないの ちょっと変わりましょう、ハレルヤ。信じれば神の栄光は見られる。これ、このただつの、この短い成育一つが、人類の永遠なる運命そのものを変える、不思議にも働く力がある言葉なの。アーメンです。ハレルヤ。信じれば神の栄光は見られる。 神の栄光、分かりやすく考えてほしい。神の栄光って何ですか目に見えない神,神をいろんな形で確認ができるように示してくださる。我々を経験させてくださる神の技が神の栄光なの。ある人には狂気の癒して、ある人には見えなかった人生が見えるように道が開いた。ある人には絶望の中から、鉄分の飛んから 引き上げられて、立たせられて、新たな人生、よし頑張ってみよういろんな意味で、雪でまった人生、あるいは人生のとんどこに落ちてしまった、落ちてしまったところから再び芽生えができて、葉っぱが伸びて、花が咲いて、永遠なる命の人生の実を結ぶような、 そういう結果を見ながら人々に証しができる。これがそういう信じた結果与えられる起きたこの変化が神の栄光だ。世において求めても得られなかった。しかし神を信じて信仰によって得た結果が全部神の栄光だと分かれば間違いありませんよ。アーメンですか神の栄光に輝く人は そういう中を生きる人なの、そういう中。今日、イエス様に、うん、兄弟の死を告げたマルタ、その姉妹マリア。だからマリアとマルタ姉妹とその兄弟ナザロ。これは 3, 人3兄弟ですね。ナザロが死にましてマルタがイエス様にこれを。 知らせに行ったの。イエス様がラザの墓に来たときにはもう死んだと4日も経って,てお墓に葬られた状態なの、ま。マリサがです。イエス様に状態を説明するんです。もう4日も経って、においます。4日も経って匂います4日も経って匂います腐って。 腐りかけてます遺体が。これ何を意味しますかミンメスキシマイの話と一緒に鉄が入ってる。鉄が入ってるとはもうこれはためという話。鉄棒できない。死んで4日も経ってて腐って匂いもしてます。もうためです。生きてるときに主がここにいて下さいましたならば。 生きると助かると信じますけど、もう死んで4日もだって利用ってる状態だから。生前、生きてる時にイエス様を共にいらっしゃったならば、共にいらしたならば生きてる時に生前によ。ラジャロが生きると助かると信じます。それはもう知ってる。これは承知の通りしかし、もう死んで4日もだってにいまでしてるの腐っちゃって、それは何を意味してますかもう これ以上は期待はしないとい期待できる状況ではありません。絶望、希望が絶たれてしまったの。この兄弟ラジャロが、イエス様がお墓に来たから蘇ってくれるだろうとは、それは信じてないそこまでは。とも、聖書が皆さんと私に、伝えようと教えようとしているのは何ですかこのようにおいての話ではありません。 この世を、この世を離れてからも我々が目指すべき、この世の次の世の中まで、共に、死の後まで共に、天から来られた方によって、地上にいる者どもが、死をきっかけに生れて、死の前、生前と死の後、死後の話を、その死という壁を打ち砕く。 こういう教えを広げるのが、それを真実させるのが、神の栄光を表す目的なんです。雨できますかこの世だけで長生きして、この世だけで健康で生きて、死後はもうどうでもいい。ならば、イエス様が、 死んだ後に彼を起こすような技をわざわざなさる必要がありませんよ。イエス様が彼が死ぬ前に彼に健康を与え、いざ病気にかかってもすぐさま癒せるような、そういう範囲の中を歩いていたはずなんです。禅のなる神だから。 しかし、ラザロが死んだと、報告を聞いてからもまだ二日経って、結局は四日経ってから、急いで行かないで、イエス様が報告を聞いてからも、ゆっくりいたゆっくり。ある意味では、マルタは頭に来ていたかもしれないラザロが死んだと言って、普段は愛してると言っていた方が、死んだと言っても、うん、そう、わかった。ラザロは眠っている。 何寝台殿なのに眠ってるって言うのとぼっけってすぐさまお墓に駆けつけないでまた同じ場所にとどまっているからよだから皆さんも誤解しないでこれから何かある時に牧師急いで来てくれと頼まれたのに2時間経っても来ない1日経っても連絡が来ないこんな牧師の野郎と悪口言わないで何かあるだろうと思いなさいよ。 主の栄光が現れるだろうと思いなさいよ。アーメンですかなんで牧師私から心離れたのなんで連絡がないのと思わないで。アレルヤ。なんかあるだろう。主の栄光がもっと大きく現れるためだと。こういう霊的な考え方の幅を広げる必要がありますよ。聖書に習って。アーメンです。 人々の常識の範囲のないで生きると、すぐ誤解したり、すぐ挫折したり、すぐ諦めたりするわ。でもそれを超えて神の領域に入ると、死んだと聞いてからもう余裕満々な。二日経ったのはいや生かすことができる。4日経っていればい生かすことはできるのかイエス様の判断から言えばそういう、そんなのは問題にならないから。アーメンですか 死んで4日経ってて腐ってる匂いがしてる。こんなのは人の常識、人の判断なの。そういう状態、状況とイエス様は関係がない。イエス様が働く条件は何ですか信じるか信じないかです。よ。雨です。皆さんが信じるか信じないかが、イエス様が神として働く条件なんです。別に状況は、状態は関係ない。 日数がどれぐらい経ったか関係ありません。イエス様は男は土のちりで作り女は男の骨で作ったの。でも両方調べてみてよ。どっちも土地もと同じ肌持ってるの今。ちょっと取って比べてみてよ。一緒でしょ隣の男の男性の肌をよじってみて。 なんか違うものつけてるの同じものつけてるの大体。同じ肉を。材料はどうでもいいのイエス様はよしいや花,の花びらで女作ろうと思って花びらで作ろうともでききイエス様は。そう思えばそうできるえさまは。アーメンできますかこの方がイエス様神の栄光というのは イエス様の栄光なの。イエス様が働いて我々に見せてくださることが栄光なの栄光。コ。アーメンできますですからはっきり心に留めていただきたいのは何,を何がどんなことがあっても、いや死にそうなことがあって、チーザダザロのように死んだことがあっても、まず諦めてはならない。まず。まず、私たちの人生には、 諦めが、絶望が、挫折があってはいけないということなの。いくらでも挑戦ができる。牧師も心情止まって、医学的に心情が止まれば、もう本当にこれは死んだ状態。脳が止まった場合は、脳死だといって死んだと認める日本のような国もあれば、脳が死んでもまだ死んでないと、また死を認めない国もあるんだけど、心情まで止まったらこれは、 死を認めざるを得ない。心臓が止まるという。呼吸が止まっても、まだ心情は止まらないの。呼吸が止まっても、息ができなくても、まだ心臓は白としてる。しかし心臓まで止まったらもう終わり。本当にこれは肉体的には終わりなんです。でも心臓が止まった後に、イエスの皆で祈って、心臓が再び白として、生きてる人が今4人い私も経験した。 ハレルヤ。見た人いるでしょ隣にいて。4人。5人だけど、1人はその後、天に召されたから。その後、今も生きている人は4人で、もしその時祈らなかったとすれば、とうなりますそのまま死んでいく。その時、しあもう死んだから、もう心で止まったから、ああ、もうだめだ。ああ、さっきまでは頑張ったけど、 さっきまで希望があって、可能性を見て、うん、頑張ってみたんだけど、心臓止まったからにはもうどうしようもう手を離そう。と思ったならばそれまでないでも心臓は止まっても、イエスのみで祈り続けたら、4人が戻った。ああですかこれ戻ったのが大事な話じゃないの。それはいずれまだ、年老いてまだ死ぬんだから。しかし問題は、 信条が止まって医学的には、肉体的にはもう終わったと思っても、またのチャンスを我々によしとすればいくらでも与えることができる方がおられること、イエス様が私たちのその祈りを聞いておられること、これが大事なの、これが大事。メンできますこれがいかに大事なんですか。こういう働きをしているイエス様とずっと一緒によって、 正しくて間違いのない信仰によって生きれば、ずっと様と一緒に生きられるということ。この約束はいかに素晴らしいことなのかということなのハレルや。七学期、七十回罪を犯して、それで倒れても、まだ罪すら認めて、悔い改めて,て、イエスの皆を再び呼び求めると、またのチャンスがきれいに与えられる。過去の罪は問われず。 過去の罪でまだ悔いっめれば何かあったの君というの、イエス様は。なんで、一度しっかり心から悔い改めて祈った罪の悔い改めは、イエス様はその瞬間に許してくだされば、知性が極めてはれば、もう忘れるのイエス様には忘れられた罪の悔い改めを、まだイエスの前でやると、イエス様が何,何とおっしゃるでしょうか君何かあるのああ、こんな罪を犯して。 에 있지? 예사모가 구원하는 거. 그래 후다 학기 예사모가 약속고, 키레이스 사팔이 마무때 구단사로 갔다는. 할렐루야. 고유 예사모 신지로 것도와 신지르바 손오돌이 나는. 신지르바 약속고가 하단으로가 미에르노 지사인이 할렐루야. 実際に皆さんが解放されるのか見えるの見える。それが神の栄光を見られると話ハレルヤ。アーメン。これを真似できる他の神はいないの。ですから、クリシャンという者どもは、本当にもう寝ても覚めても感謝すべきなの。心強いでしょう 東京、横浜が地震が一番危険度が高い世界的にそういう地域なんだけど、私は確信してるの。一番安全な場所。はい、一番イエス様に強く守っていただく場所なの。なんで我々が信仰によって生きてるから。信仰によって。東京に地震が起きても、絶対私は他の町へ。 他の何、都市へ行かないの ?EMC 協会連合の本部は東京なのイエス様が来られるまでよん。地震度が、何、危険度が高いと言って俺を脅かしても無駄だよ、それは。それはあんたの考え。この世の判断。私の主義エスキルトは、が守ってくだされば。そしてその栄光を表してくだされば、東京は一番安全な都市になります。 こういう、皆さん、まるで架空の作り話ようは架空の世界よ中、アルコール中毒者が口から何どんな言葉が出てくるかわからないまあ喋ってるのと同じような話だと思う人がいるかもしれませんよ。うん、こんな話を聞いてたら、でも父に、一番確実に、私たちの未来を守ってくれる。 각신이, 각신이, 미치다. 神히로 약속을 는 h a l l e l u 비로 이때끼면 논드라, 임마. h a l l e 세신조다에 뭐로잖아 그때. 학기도 있잖아, 학기서. 휴예스가. 語った言葉にもし死んでるなら神の栄光が見られると言ったではないかその後エス様は天を仰いでいつも私の話を聞いてくださって感謝しますいつも聞いてくださっていることも知ってます 知っている。イエス様が私たちにその模範を示したの。イエス様はどんな時にも神がご自分の祈りを聞いてくださることを父なる神がこの祈りを聞いてくさることを役目においてはっきり認めて知っているという話をしている。いつも世に生きて歩きながらも自分一人じゃなく三位一体の神のうち父なる神、創侍主の神が 믿권나로 예사모 또 도모니 오라려고 또いつも 의식히 되 익히 들고 있다. 그것은 맏것도의 인간도 말이 맏것도의 감이다를 예사모가 요니로 인간도모니 심에 히다 이기가타의 典型적인 모환 나노. 예사모와 인간노 모델로 맏것도의 인간. 아멘. 인간을 예사모님 리셋을 축다노. 그래서 인간이 나라바 예사모노 요니 모델로 내니 길을 뵙이다. 소염이 돼. イエス様が一度父なる神が自分の祈りを聞いておられることをもう知ってる。だから感謝しますと。これがもう当たり前、常なる技なの、イエス様の雨ですか皆さん、一人で歩いてますかいつも神と共に歩いてますかいつも神と共に歩いてるのは、クリスチャンの常なる生活、生き方であるべきだということなの。一人で歩きながら、私、クリスチャンというのは、 誰にも認められない変な信仰アーメンですかいつも天におられるイエスキリストが我々と共におられることを意識しながら、昨日も寝る前にサモイと何か話をしててね、話をした後、話をして一秒、一秒ぐらい、一秒も経ったのうちに、イエス様が私にここに油を注いでサインをくださったの。いつものことだけど、 二人で冗談話みたいに交わしていたともちろん、霊的な話だよ。冗談話のような、しかし霊的な話をしていたんだけど、そのうち一秒も経ったのうちに頭に油を注いでくださったの。びっくりするのは、いつも、今、ともに話を聞いておられる。この話,の話の話題の中心にともにおられる。 サモリンとだけ話を交わしてるんじゃなくて、イエスの聖霊が共に話を聞いてること。聞いてる、見てる、共におられること。だからまた寝る前にまた、いつものように感謝します。イエスもそうでしょ。また悲しい。いつもおられるの、いつもの。しかし、信仰がないと信じない人はいつもおられる、見ておられる、共にされる。 聞いておられる。それを意識しない。意識しないで一人で生きるから、クリスチャンとして成長ができない成長が。アメン。何を信じるんだ何を信じれば神の栄光を見られるんだ何を信じれば神によって生きれるんだ何を信じれば神によって結果を出せるかという話。何を信じればお墓を越えることができるのか お墓から手くるのできれば、お墓を過ぎて天に行くこともできるのか何を信じればイエス・キリストがいつも皆さんと私と共におられるの。罪すら悔い改ためれば共におられるの。罪があれば壁となって遮られますが、罪を、罪という壁を崩していけば、いつもそこに待っておられるの。アメンです。罪すら作らねば、いつもイエス様と共におられるの。 たとえ、やむエやっちゃめよかしたならば、すぐさま悔い合っておけば、いつもイエス様と共におられるの。こ,これを信じてそう生き,る生きると、神の栄光の中を生きることができる。ぼっちぼっち見せてくださる栄光なくて、神の栄光の中に置いて生きることができる。はめできます。それが神のイエスキとの今日の約束なんです ラザルが出てきたよりも意味が大きいのは、いつも神が皆さんと共におられることなの。これがラザルがお墓から出てきたよりも、もっともっと大きな栄光であり、祝福であり、命であり、人々が感謝すべき条件でありますイエス様が天を仰いで感謝したのはそれなんですよ。いつも神が、父が共に、子と共におられること、祈りも聞いておられることを、それを感謝するって感謝を。天を仰いでみましょう。 天井しか見えないな。と思わないで。天井しか見えないの天を仰いで。なんでこっち見るの天を仰いで。天を仰いでよっ天を仰いで言われたら天を仰ぎなさい、素直にちょっと。自分の堅くな、ち堅く,く練習しないといけないの。何を言っても、うん、今度見せないで。天を仰いでよったらすぐ子供にすぐ手を挙げて、何かあるのボクなんでなんで 神が見えるまで手を合う人になりますように、常にそれが意識できますように、常に感謝ができますように。そうすると、死の中に、の中に入るようなことがあっても、あなたはそこから再びナゼ、ナザロを出てきなさいというというふうに呼ばれます。呼び出されます。呼び出されますよ。アーメンです。これを信じる。ナザロは出てきたのは、頭には、 体には手足には何これ布で巻かれたまま。人が死ぬとなんか広い、韓国もないですよ。し死の服を着せろね。死の服を着せて、それで葬る。死の服を、さっち、ナザロは死の服を着せられたまま、まだほどいてやってないからよ。しかし、だからどういう、 巻かれたままだから、どういうふうに歩いて出てきたんだろう多分きっとこうだったんだね。<laughs> こんな歩き方なんでしょう今、布で巻かれてるからよ。こんなしてで,で、顔も、顔も覆いで隠されてるのね。これが夢に現れなさいの。どうなるの。ナザルは出てきても、ナザルだって喜べないじゃん。今夜きっといい夢見るだろうあれや。 考えてみたいよ。こんな姿ないこんな。歩けないから、巻かれてて。そしたら、イエス様が、ほどいてやりなさい。ほどいて。んほどいてやりなさい。そして、歩いて生かしなさい。聖書を読むと、他のことを考えないで、聖書をこのように描きなさい。これは実にあった話な、実にあった話なの。実にあった話 今後皆さんがこうなっても、皆さんにも実に起きるはずの話。起きるだろうじゃなくて起きるはずの決まってる話なの。信じればよ。信じればただし。ここで信じないから問題なの。こう、うの、こうのと。自分で理屈をつけるの、ちゃんと。そして絶対信仰によって進まないの。こう、だからもう諦めかけて、もう自己判断で終わっちゃうの。 듣스 からいつもそこにのいつも 크리스트 한와 비밀이 알았다는 비밀이 새 주시라 되긴 하이노 아멘 했니까 크리스트 한노 끝깔아 와제 처본어 남이 나끼 교회 와 태택이지 나리마셍욘 나끼 가나시 먹고 와 태택이단 하니마셍요크리스마한와 이쯤은 아니요 생겨선다 훗까쩌노 슈 예수 생겨선다 イエスを信じるの、イエスを信じるの、十字架のイエスを信じマリアの胸のたかれたイエスを信じ復活したイエスお墓をくぐり抜いたイエスたとえあなたが死んでお墓に葬られることはあっても、そのお墓のお墓をまだ出てきて復活したところのイエス様があなたを待っているの。ですから、今死にそうなことが状況が続いていても、そこからいくらでも、 動画に出ることはできる。いくらでも、七ヶ岳七十回一日失敗しても、まだそこからまだ起きることはできるのが、イエスを信じて神の栄光を見られる約束に入っていく人なら入っていく。アーメンできますかですから信仰によって生きるのは絶対今目の前に見えるのを見て判断しないの。見える現実を見て判断するんだったら、もう俺はもう、俺はもう今日でやめたいの人生。 明日を絶対も変えたくないのそんな希望が明日まだこの世で目が覚めたいという希望がこの世の中では見出せてないから見出せてないの今まで生きてだから本当は明日はこの世で目を覚ましたくないの意味分かりますかしかしイエス様の皆が共にするからまたの明日を期待していける本当なの本当 神の前ではっきり言えるの。だから神様はこの話を真に受けてね、沈黙し、お前もうやめたいのじゃあ上がってこ、ね、上がってきなさい、やめて、上がってきなさい言われたら、はい、おめえ、サンキュベリーマッチと言って、ほっついてきます。この世には未練がこれっぽっちもないの。本当にただあるのは、救われてない人を救っていくのが私は生きる最終的な望みなの。本当なんです。本当。本当 なんでこの世がそんなに嫌いですか嫌いなわけじゃないけど、聖義の言葉、世が借りると嫌いなわけじゃないけど、ん天下はもっと素晴らしいからよ。メンデマが研いでるほど素晴らしい国が実在してるから。そこに2000年前復活して昇天されたイエス様がその、そこの、その国のみたなに今座っておられるの、実際に。これが現実なの。 皆さんと私の目に見えるこの世の現実は天国行けばあの端っこにも存在しないの。ああ、もう息,息ができない。息が詰まるほど苦しいころなのこの世は。天国に行けば、イエス様が実際に復活したイエス様がおられるところに行けば、人の世にある言語、言葉では一部しか表現ができない。 皆さん昔の鏡見たことある？昔の塔とか鉄で作った鏡昔の,あのなんか発掘されたでしょ塔などで作った鏡それは、ね、いくら磨いてもおぼろにしか映らないね顔が今を見ればと比べられる 今私たちが聖書として信仰によって覚えてるいや掃除してる天国は昔の移りの悪い塔の,何あの鏡に顔を映してて何これ三角形なの四角形なのこれこの顔こんな感じお,おぼろにしか見えないのいざ天に行けば本当だよ艦隊準備しなさいよ艦隊艦隊持っていかないと目ん玉飛び出て,て40キロも走るから 本当に想像ができないって信じますか皆様例えば意識がなくなった死んだ人がよみがえってあこの世に生き返ったとこの世であこの世に戻ったといえば大体喜ぶでしょあ助かった生き返ったと思って私はこの世を認知する瞬間に絶望が感じたたった50分間天国を見てもらって見せてもらってきてから 天国のとこにもないはずのなんか見えてきたときに、どこなんだろう、これ。どこなんだろう。しばらく何分かこれを見ていたの。じゅーっと見ていたら、何、ちょちょき先、50分前に俺が横になっていた、牧師の事務室の天井じゃないか。と思う瞬間、チェツボが、なんでなんで私はこの世で目が覚めたのチェツボに襲われたの。チェツボに襲われたの。 生ったから、いや、戻ったから喜び出ゃない。チェボ。本当の天国を見てくると、この世はチェツボの。灰の中、灰。灰の中を生きのうと一緒なの。皆さん、それほど神の栄光の国は素晴らしいですよ。アーメンですかその栄光の国は素晴らしくて想像もできないけど。 この世を生きながら病気を癒してもらった。もう、うん、いろんな人生のトラブルを解決してもらった。これは神の栄光のすべてじゃない。神の栄光の小さな一部なの。小さな一部。これを皆さんと私に祝福として与えるのは神の目的じゃない。それは味見、味見。神の栄光の味見なの、味見。 死んだラザロがよみがえっても神の栄光の味見の段階なの。アーメンですかなんで、本当の栄光の国、神の国に行けば、目の玉が飛ぶでると素晴らしい国が待ってるからよ。そこの住民になるんだ、そこの子供になるんだ、子供に。ハルリア。アーメン。アーメン。全く信じない顔だよ。 信じる心信じないから信じてなさい <laughs> 神を本当に信じて何事につけこれは例外これはダメと自分で決めつけないでよに私はダメ何事目これ彼がダメ決めつけない ナザロはもう、皆さんが絶望してる、挫折してる、皆さんが悩んでる、皆さんが苦しんでる段階を、ナザロは超えたの。その、それよりもうんと先きお墓の中にまで入ってたの、ナザロは。皆さんが今悩んでるのは、ナザロに言わせてみなさいよ。それは、スズメの涙ぐらいだよ。スズメの涙んは、多いという意味ですか小さいという意味ですか スズメの涙。そう、すの涙ぐらいだよ、それは。皆さんが抱えている人生の問題は、スズメの涙だってば。なぜなら今日死んで終わったらもまれて、もう肉体に肝がない腐って匂い、匂い。こうでダー腐って、か匂いがしてる。人の一体が腐ってする匂いは本当に二度も三度も嗅ぎたくないの。嗅いでみた練習しようか。 本当にこれはね、もう,もう嫌なああ、一度もの選挙なですから、皆さんがナザロのほどまで今、落ちこぼれてないの。誰もまだ。アーメンできますか元気な体があるし、歩ける足があるし、祈れる口があるし。ナザロまでお、ンん底に落ちて、お墓に落ちてしまっても、 まだ神の栄光を見られるのに。なぜクリシャンたちがの、クリシャンたちの信仰が今どこにいってるのクリシャンたちの信仰は今どこに走ってるの信仰によって神に合わせないで、神に従わないで、神に求めないで、世にあるものに、世の人々のように生きてるのクリチャンたちが。だから神の栄光どころか喜びもないし、教会もね、ほふりばに連れていかれる牛のように、いやいやいや、行きたくない行きたくない。 一人十0人20人30人まで連れて、伝として連れてくるべき人々がクリスチャンたちが自分が教会に来るのももう精一杯牛を放り場に連れて行こうとすればもう牛は鳴くんですよ自分の死をよけ、うん、予知する能力はあるの動物も田舎に住んでいた時にもう今日売りに行くと朝からね 家族同士で話して、牛にはまだ言ってないの。それでも感族の涙を吸う歩きながらずっと泣くの。牛すらもこういう予感があるのに。こういう予知能力があるのに。なんてあなたは千年のる神の子供にあるから全く予感できないの。一人で悩んでる、一人で泣いてる。世にばっかり求めてた神には求めない。 死んでるクリスチャン死んでるクリさんだっち。神の前に来て泣くこともできないクリさんだっち。神の前に出てくるのが嬉しくないクリさんだっち。まだノンクリちゃんです。まだノンクリちゃん教会行けば殺してしまうぞって言われても、殺すなら殺せ。俺は行く。どうしてこんな信仰がないの 지분 대신 지를까라 지분 대 지분 너니끄는항이나이 대신 지를까라 세일에니 옅대 신지라이 크리산다 쯔와 레이데끼나 고지 요한의 주4노주 핫진이 예삼하고 싶었던 어 세일에 웃계전니 예삼하신지로 크리산 와 레이데끼나 고지 오야노 나이 고동모들이셔 세일에니 옅대 세일에의 힘으로 지가 나가서 밀리게 되고 보호받고 도와주고 살고 있는 크리산이 栄光の中を生きる神の子供の身分を回復したクリスチャンなの。これが本物のクリスチャンです。まだ自分が聖霊によって生きてるか、自分の肉のままで生きてるかも見分けずに生きてるクリスチャンたちがいるとすれば、これは本当にお金がなくてなくて、病気が体が痛いかじゃなくて、に死に至る病気にかかったかじゃなくて、信仰がそんな信仰に立っている自分のために、夜も昼も 泣き崩れるべきな。泣き崩れるべきですよ。そうすれば精霊に満たされ、そうすれば見えてくるの。そうすれば自分がイエスを信じることがいかに素晴らしいことであるかが見えてくるの。そうすればすぐさままず家族に、まず友達に連絡したいのママ、イエス様信じよう。全部諦めて、もうイエス片付けてイエス様信じましょう。ロト君のようにママに声。 意味わかりますかイエスの例の受けてみたら、ドット君がこの間言いました。全ての問題が自分にあり、人のせいじゃない。今まで生きてきて人のせいだと思って怒ったり、いじめたり、悲しんだり、いろいろかっていたりしていたんだけども、全部それが自分に原因が当ったって、自分が悪かったって、それを悔い改めたら、それで自分の心を明け渡したら、 神の平和が喜びが平安が、自分が罪から解放されたという自由が、解放感が中から溢れてて、もう感謝せずにはいられなくなった。直ョばっから来て、直ョばっから。直ョばっから来ても、もう、はい、始まる前に来てるのに、この隣から来ながらも、スレッパ入ってきてる、ね。信仰は比べられません、信仰は。 信仰は神によって比べられるの。神が判断するの,の信仰は。あるものとないもの。あめですか電話で暗視を受けるだけでも、電話で。電話で暗視を受けるだけでも、喜びがあふれずに、先生。それをそのままお母さんに伝えたら、今まで連絡ができなかったお母さんに連絡が取れたって。 今京都に住んでるんだけども全部片付けて東京に来た方がいいと言ったら拒否しなかったそうです皆さん本気で信じましょうそうすれば皆さんがこの世を生きながら神の栄光の中に入ることができます神の栄光の中に入ればここに何この間地方見たらムンチホともう生まれて一歳の言葉がもう フつけてるのここにここに文字表クリスチャン文字表神の子を文字ヨこういうふうにつけるべきなんでクリスチャンであるとか神の子であるとか最高なん人間として生まれてきたことは大したことじゃないしかし神の子に生まれ変わったことは素晴らしいことなのアーメンですかそして正しく求めれば皆さんは墓から出てくることができるそれは神の栄光ですよそれは人に敵の応じゃないの 人にできない話を神様に持ってきなさいよ。人にこの世でできない話を神様に持ってきなさいよ。そうすれば神が生きておられる方だるうとが見えるんです。そうなりたいと思う人がいれば、今までの自分の信仰は形ばかりだ、空ばかりだった。それを悔い改めて、本物の信仰、本物の悔しゃんになることを心から決心しながら、イエスを呼んで祈ります。イエス Yes, sir!